この動画では、ユーザーが思わず見たくなる動画の作り方について解説します。動画タイトルを工夫して、多くのユーザーの目に留まったとしても、クリックされるかどうかは、実は別問題です。上位表示から、見てみたいとユーザーに思ってもらい、クリックしてもらう方法を解説していきます。実はここで重要になってくるのが、サムネイルです。多くのユーザーが、動画をクリックするかどうかをサムネイルで判断していることが分かっています。では、どのようなサムネイルがクリックされるのでしょうか。ここで注意が必要なのが、私たちは YouTuber を目指すわけではないという点です。なのでド派手な画像は不要。動画を見るべき理由を感じてもらえれば、それで OK です。例えば、動画を見ることで得られるメリットに注目して、商品を使ってメリットを手に入れる方法を表現するのがオーソドックスで良いでしょう。このほか、商品やサービスを紹介する動画では、最新の○○使ってみたという文字を入れることで、最新ツールに関心のあるユーザーに目を留めてもらうことができます。ポイントは、誰に見てもらいたいかを意識すること。ここを明確に意識するほど、ユーザーは、なぜこの動画を見るべきなのかについて考えやすくなり、魅力的なサムネイルを考えられるようになります。サムネイルを考える際は、ぜひ誰に見てもらいたいか?その人がこの動画を見るべき理由は?この2つを考えてみてください。あなたの動画が多くのユーザーに見てもらえることを願っています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。